吉田さん、このやり取りの間に、私ね、YouTube の動画一本撮ったんですよ。で、さっきアップロードしたんですけどもあ、そういえば私のね、アカウントペナルティも今日と明日で終わりですね。明日のね、正確には午後にはもう解けてると思うんですよ。いや、こうしてみると、アカウントペナルティ食らった時は長いなと思った一週間ですけども、こうやって過ぎてみたらね、あっという間だったなというところですね。まあ、これからね、危ない発信をやっぱりなくしていかないといけないですね。 今回やっぱりね社会体制をすごく疑問視するような動画を出したんでアカウント制限食らったのかなと思いますけどねあそれで今日の本題ですけどもただ一言なんですよ YouTube をやめることにメリットはあるんですかってことですよね YouTube を続けることにデメリットってないはずなんですよでも YouTube を続けることにメリットはむちゃくちゃあるんですよ でも逆にですよ、YouTube をやめることにメリットがないけども、YouTube をやらないこと、やめることに、デメリットはむちゃくちゃあるんですよ。いや、これだけが言いたかったですね、今回ね。いってらっしゃい。